割と、昨日の雑談動画の中で、まあ、ある会社の人とやり取りをしていて、まあ、ある会社の人と契約書に関するやり取りをしていて、で、その契約書の中に間違いがあって、誤りがあって、で、修正版も間違っていて、それに対してなんか、あの、リアクションするときに、いや、まあ、待てと。 いうことで、ちょっと寝かせてから返信したら、まあ自分的には良かったんじゃないかって話をしましたけれども、この、いや、まあ、待てっていう日本語は、僕の中では多分、小学校の時に読んだある絵本だが、童話による、基づいてるというか、童話の中に出てきたある一節から来てるんですよ。で、これは今ちょっと調べたら、今江義朝さんという、まあ、児童文学作家、 っていうんですかねの方が書いた、えー「山の向こうは青い海だった」という作品の中に出てくる井山先先生生といいう先生の口癖がいやまあ待てなんですよで多分ねこの確かに僕もそのどっかの話に出てきた先生の口癖が「いやまあ待て」だったと思うんですけどもただこの「井山先生がどういう場面でいやまあ待て」という言い方を言葉を使って 使ううののかっっっていちちょっと忘れちゃったんでそのフレーズだけがこう印象に残っていてこう何て言うかなあのちょっとイラッとした時とかに僕が唱えるようになっているような気がするんですよ。えー、多分んその元々のその文脈から切り離されてこの言葉だけがまあ僕の頭の中でね残っているんじゃないかと思うんですけれども。 ちょっとこの、その、なんていうの、作品の名前も、この、作者の名前も全く覚えてなかったので、今調べてみたら、ちょっと、ああ、なるほどってことが分かりまして、この方が、まあ、2014年に亡くなったらしいんですよね。83歳で亡くなったってことらしいんですけれども、もともとの、その、この人、その、作家さんだったというわけではないらしいんですけれども、でもね、なんかちょっと、 あーそういう人もいるよねって思ったのが、あのー、ある時からこの人、ある大学の先生になるんですよねで。具体的に何を教えてらっしゃったのかはここではちょっとわからないですけれども、えっ、ー、と、60、1968年にある大学の講師となって、 なるんだけれども、これ、ウィキペディアの記事ですけれども、1981年、ちょっとその部分読みますね。このえ、ウィキペディアの今江義智さんに関する記事の、えー、これなんだ、えー、人物の項目のところにこうやって書いたんですけれども、1981年、教授会の煩雑さに並行し、 大学、自らの自、自らの前週の観光期に、なんとかなんとかなんとか大学の教授を辞任するって書いてあるんですけども、教授会の煩雑さに並行しっていうのはね、これね、わかる、わかるな。あの、特にこの方が81年にってことは、えー、っと、50歳ぐらいの時に、えー、っと、大学の教員になって、その教授会に出るようになった、あ、違うか。 何歳で教授会に出るようになったとは書いてないから分かんないか。そうかそうか、分からないか。あ、でも、教職自してって書いてあるよね。あ、だから中学校の先生とかだったりするんですよね。うん、うん、うん。つまり、あの、他の仕事を経験してから大学の教員になって、その大学での教授会に出て、その煩雑さに並行するっていうのはね、 多分ね、一般の企業であるとか、大学以外の業界から大学に来て、大学の教授会っていう会議に出ると、それがなんかちょっと、ある種のカルチャーショックを受けるっていうのはわかりますね。僕自身も、まあ、言ったかもしれないですけど、予備校みたいなところから来た人間なんで、大学の教授会の独特な感じっていうのかな、は、 わかるなぁ。だからちょっと、それが原因で辞めてしまったんだとしたら、ちょっと、まあ残念ちゃ残念ですけれど。まあでも大学には大学の文化ってのもあるわけでね。まあそれによっていろいろ積み重ねられてきてるものもあるわけなんで、まあ一概にその教授会の煩雑さが、なんていうのかな、わ、悪い面のみではないと思うんですけれどね。 まあだからちょっとどういう授業なさってたのかわかりませんけれども、ちょっとそういう作品を書かれた方なんで、授業受けてみたかったが、受けてみたかったなっていう気もちょっとしました。ほんじゃまた。